こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ジャンタマ始めていきましょう。ご主人、おかえりにゃ。
正直厳しいとしか言いようがないね、これ。あ、いいじゃないですか。それ捨ててくれたら、そうねかな、影響が結構でかい。
ましょう。これができるのが脳天の強いと、脳天じゃないわ、認知じゃない場合の強いところ。あ、積もりました。積もにゃ。2000点。でも千一通はいいファンだ。あっという間にオーラスです。3万いかないとダメですからね。やっぱりあんま悪くないんじゃないかな。6、7、8も揃ってるし、もうくれてやるわ。5000点以上取らないと勝ち抜けできません。来た。
嫌だなということで消します。言葉が何になるかですね。相手に特許権を渡してしまった。もうレッド入る、うまく活用したいところです。また678、3色も狙える体勢ではありますね。でもまだ終わりじゃない。何入する。3万超えた時点で終了だったっけ？
ありますね、この流れだと。トイトイじゃない、チートイツボ。終わってないね、まだ終わってない。3万いってない、続行です。もう役牌が出てんで、何でも揃えれば上がりです。
トーンです。初はもう終わった。まあ防御策として使う手もあるけどね。後輩だけどいらん。そんなにいらんよな。6だったらこれ残すとこうっていう気にはなるけどな。またか。あ、うん、まあしゃあないな。イーシャンテンです。ではある。3位か。あ、でも3万超えちゃった。決まらない結果で終わってしまいましたね。3位です。まあこういう時もあるさっていう感じか。ハイパイも悪くなかったんだし、もうちょっとなんとかなったんじゃないかっていう気がしますけどね。眠いってこともあって、なんか防御面ではほぼ丸裸っていう感じでしたね。本日は友人にできないのかな。
かいそう。でかい。かわいそう。ということで、ここまでいきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッター、ジャンタマのプレイリストもご覧ください。ツイッターのフォロー、同時にプレイリストのブックマークもぜひお願いします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。